ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、ってわけで今日何をするかなんですが、突然ですが皆さんは地球ではない過酷な星に行って緑化を進めたいなと思ったことはないでしょうか。僕は日々ですね、過酷な環境に行ってテラフォーミングしたいなっていう風に考えてるんですが、今日はそんな夢が現実になるゲーム、プラネットクラフターというゲームを見つけたんで、こちらプレイしていこうと思います。それでは早速開始しましょう。はい、というわけでゲームが始まったようです。これ宇宙船の中でもう着地したところっていうことみたいですね。何のオープニングもなく始まったんだけど。で、このゲームはこの過酷な環境の星を人が住める緑豊かな惑星にしていくっていうのが目的みたいなんだけど、ちょっと無理じゃない？ちょっと無理じゃねえかなって感じするんですけど。これが今乗ってきた宇宙船みたいですね。あ、左下 O2 酸素が減っていってるね。ちょっと戻ってみるか。あ、この中にいると酸素は供給されるみたいだね。収納箱、箱があるな。植物か。あと宇宙食に酸素カプセル、あとウォーターボトル、水、酸素と水があるみたいだね。でクラフトができる、酸素カプセルや水なんかを作ることができるみたいだね。ここで、あ、鉄が2個あればカバン作れるみたいな。手紙がある。メッセージを読む。あなたの担当する惑星へようこそ。あなたの使命はこの世界のテラフォーミングを進めることです。まず 175.000TI に到達し、青い大気を作りましょう。センチネル株式会社。どうやら株式会社の社員みたいですね。やばくないですか？こんなちっちゃいポッド一つで一人で来たってこと？何の道具もなしに。っていうか、与えられたのが食料5袋とペットボトル1本なんですけど、もう死ぬよねこれ。どんだけブラックなんだよ。ブラックにも程があるだろう。もう外いたら1分ぐらいで酸素なくなるんですけど。あ、シリコンっていうのが落ちてる。あ、おお、これでシリコンをゲットしたみたいなことっぽいですね。え、もう夜だけど寝るとかないの？ちょっと待って。24時間働けってことですか？とんでもないことが始まってしまいました。おいおい、マジかよ。ちょっとこのままじゃ死んじゃうんで、頑張って作業していこうと思います。素材を集めればいいってことですよね。これはチタニウム、チタンかな。いろいろ集めていきましょう。これはなんだ、ダイヤみたいな。氷、氷が集まりました。鉄みたいのないのかな？これチタンですね。シリコン。シリコンばっかり手に入る。あ、鉄あった。この赤黒いのが鉄なんだね。これは？コバルト。いろいろ、はい、手に入りました。あ、やばい。警告、酸素レベル低下。ちょっと待って。待って。まともに活動できないぞ、これ。どうすんだよ。致命的とか言われてる。おいおいおい、やべえとこに連れてこられたな。で、なんか作れないか？あ、バックパックが作れるかも。はい、バックパックができました。で、これを？あ、ここに装備するんだね。こうやって。はい、あ、アイテム欄増えましたね。あとは？あ、酸素容量を増やす。これ、いいな。酸素タンク。これいるだろ。ちょっと待って、何がいるんだ、これ。鉄とマグネシウムを探そう。マグネシウム？鉄は結構あるぞ。あ、鉄ある。っていうか何も疑問に思わず回収してたけど、こんな鉱石が純度の高い状態で地表に出てるってどういうことだよこれ。コバルトとかどんな星なんだよこれ。よし、酸素を作るぞ。はい、できました。これをこうか。あ、マックス100だったのが145まで酸素を抱えられるようになりました。っていうかこれぐらいは初期装備で持たせてくれよ。酸素タンクなしで酸素ない星に送りつけたのかよ。この会社やばいぞ。センチネル株式会社、テラフォーミングしてくださいじゃねえよ。無理だよ一人でこんなの。できるわけない。これあれじゃないですかね、なんか業務の一環で送られたような感じだけど、早期退職に見せかけた首切りじゃないですかね。ここに送りゃこいつ仕事辞めるだろうみたいな。もう辞めたいんですけど、辞める方法もない、もう。すごい罰ゲーム食らっちまったな。あ、建造物を作ることができるようになるっていうのもあるな。マグネシウムとシリコンがあればいろいろできるみたいな。やってみるか。わ、
風が吹いてる。え？ちょっとやばいやばいやばい、ちょっと待って、隕石降ってきてるけど。これちょっとまずいぞこれ。うわ怖い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 。おいおいおい、死刑ですら生ぬるい。ちょっと待って待って。なんでこんなとこに送りやがったんだ、ふざけやがって。ちょっと待って、帰りたい、地球に帰りたい、返してくれ。一体どんな罪深いことをしたらこんなことになるんだよ。いや待って、結構近くに落ちてきてるけど大丈夫。うおー、やば。ちょっと待って、シェルターみたいの作んないとダメなんじゃないのこれ。早く、あ、分かった、隕石の中に資源が入ってるからこうやって地表にたくさんあるんだ、資源が。なるほどね。あ、なんかあるぞ。もしかしてこれ前任者が残したやつなんじゃないの？箱あるんだけど。前任者が残した可能性が高い。あ、宇宙食入ってる。あ、やばい、酸素がない、酸素がない。まずい。おいおい、多分僕の前にも何人かここに送られてきてますね。そして多分死んでますね。やばいんだけど。なんてこった。宇宙食食べることができるみたい。あ、このハートマークが体力、食料かな？水は？あ、水は氷、地表にある氷を溶かすことで、はい、水飲みました。食料ってどうやって作るんだ、でもこれ。よし、とりあえず装備は整ったぞ。で、建築ができるって、なるほどね、いろいろ建てることができる。あ、居住区作れるぞ、鉄があれば。これだ。居住区だ、今俺に必要なのは。間違いない。はい、できました。入り口は、あ、これだ、入り口ドア。おお。あ、中身何にもないんですけど。ちょっと待って。何にもないけど、あ、酸素はここで吸えるってことか。こいつたくましいな、それにしても。俺は死なん。あんな会社に殺されてなるものかっていう覚悟を感じる。で、何をすればいいんだ。なんかいろいろ作れるけど、どれを作れば良さそうかな。ドリル T1。 なんかドリルを作れるみたいだぞ。ドリル、ドリル見てみるか。ドリル。あ、地面を掘ってる。なんだこれ。地面に閉じ込められたガスを放出し圧力を発生させてる。あー、なるほど。これでちょっとずつ地球に近い環境にしていけっていうことなんですね。だから、あ、風力タービン、いいですね。はい、おー、動き始めた。なるほどね、これで頑張れよってこと。ちょっと待ってくれ、相当苦しい戦いかもしれないこれは。あ、そうだ、さっきあった箱、前任者と思わしき人が残した箱の中にいろいろ入ってたな。あれ、どこだったっけな、さっき箱見つけたんだけど。あった、あれだ。あなたの遺品使わせてもらいます、前任者の方。多分会社に殺されたんだよ。なんかいろいろ取れました。あ、設計図のマイクロチップとかあるな。よし、なんかちょっといろいろ作っていくか。これなんだ、ベジチューブ。あー、これ、わかったわかった、なんか入ってたよな、植物が1個だけ。これ、これだろう。ベジタブルのベジだこれ。来た、はい、植物育て始めました。これで食料ってこと。食料じゃない、酸素プラス 0.15ppq。 こんなちっちゃな植物でこの星全体の酸素を賄おうとしてるみたいなこと。ちょっと無理があるんじゃねえか。くそ、何も情報がなくて全くわからん。情報画面ってあるな。これ、テラフォーミングに関する情報を表示します。これ、これが必要だったんだ、俺たちには、きっと。はい。何も表示されないけど。あ、電力がないからだ。きっと。あー、止まってるもんな。待て。風力発電機、2機目いきます。じゃん。はい、オッケー。これでついたかな、パネル。あ、ついてる、ついてる、ついてる。酸素 1ppq、 温度 0pk。 0pk って0ケルビンみたいな。ちょっと待って、隕石降ってきてる。マイナス273度かも、今温度。気圧は36ナノパスカル。これ地球と同じ気圧まであと1兆倍とか、多分そういうレベルですよ。その前に隕石降ってきて死ぬかも。とんでもね。でも鉄が降ってきてくれたら嬉しい。これは設計図。どうやらテラフォーミングが進めば新しい施設を建てていけるみたいですね、環境が良くなって。でさっき設計図手に入れたよね。
あ、なんかブーツの設計図が解除されたって。やった。あ、これだ。アルミとファブリックってやつで移動速度が速くなる。そんなのさ、初期装備で持たせてくれよ会社が。ブーツもなしで来たのかよ。何履いてんだよ今。おかしいだろ。なんかこの調子でどんどんいろいろ作っていけるようになるんだったら、ミサイルとか爆弾みたいなやつ作って上司に報復したいですね。あ、なんか誇るぞ。あ、いろいろ入ってる。あ、ナスの種、やった。食料作れるかも。これを植物栽培機に入れてください。そんなのまだ作れないんですけど。ちょっと待って、そんなの見た覚えないんですけど。まだ あった、これだ。食べ物を育てることができる。え、結構遠いんですけど、植物栽培機。それまで食料どうするんだよこれ。やばいかも。今ここから酸素をどうやら作ってるみたいで、これはこのポッド用じゃなくて、この星全体に酸素を行き渡らせたいみたいな感じみたいですね、どうやら。で、気圧はこっからガスが出てちょっとずつ気圧が上がってるみたい。で、温度、ここ極寒の地だから温度を上げたいみたいなんだけど、これヒーターを置いてこの星を地球ぐらいあったかくしようとしてるみたい。今マイナス273度とかですよ。無理じゃない。ヒーターで星1個あったかくなんねえだろ。今日も寒いからヒーターつけようかなぐらいの温度のに。はい、ヒーターきました。 あったかい、癒される。プラス 0.3pk ピコケルビン。このまま1兆年ぐらい経てばこの星は住めるようになるかもな。もしかして。というか今気づいたんですよ僕。画面の左上にご注目ください。最初のステップ、青い空に到達する。無理だろう。この星の空を青くしろって、最初のステップでやることじゃなくない？なんかこう最低限の生活環境を整えろとかだろ普通。なんだよそれ、最初じゃねえよ。めちゃくちゃ言いやがって。さあこの星を地球みたいにするぞとはなんねえよな、でもこの環境で。なんかうまいことごまかして地球に帰れないかな。オープニングでテラフォーミングしたいなと毎日思ってるんですがって言いましたけど、取り消します。地球に帰りたい。なんかアイテムがいっぱいだから箱みたいの置きたいけど、ちょっと狭いね。じゃん、おお広くなってるけど、この柱めっちゃ邪魔だな。あ、でもいいですね。ちょっと遠出してみるか、酸素持って。さっき気になったのが、なんかクラフト中にこれだ、ナンパ船をサルベージするのに使いますっていう解体ツール作ったんですよね。つうことはひょっとしてあれナンパ船なんじゃないか。可能性はあると思います。行ってみましょう。はい、墜落した宇宙船みたいなところに着きました。登れるか。あ、ギリ登れる。お、入れそう。これで地球に帰れるかもしれねえ。やった帰れるのか。あ、暗い、明かりがあるよ。お、箱あったぞ。あった、植物あった。ファブリック、これだ。これでベッドとか椅子が作れる。いる。いるかな。でも宇宙食あったぞ。宇宙食食おう。他には何かないのか。あ、ヒーターがあった。あー、これを解体して持ってけってことか。ヒーター 2台目作れそうです、これで。お、設計図のマイクロチップ、いいですね。設計図も手に入れました。これで何か作れるようになるかもしれません。あ、イリジウムがあったね。あ、ウォーターボトル、水ありがたい。よし、良さそうなもんだけ持って、つらからねえと。あ、なんだ、ウラニウムとかいいの持って帰っちゃって大丈夫。あ、もうちょっと一回帰った方がいいな、これ。一回帰ろう。結構いろいろ手に入れました。だけど残念ながら生存者はいなかった。生存者見つからず。ベジチューブ、あ、ベジチューブ T2 っていうのも出てんじゃん。なんかいろいろありますね。あ、ドリルも、もっといいドリル作れるようになってる。チタンがあれば。とりあえずじゃあチタン集めるか。さあ掘りまくれ。こっちめっちゃ鉄あるじゃん。いいね。いいねじゃないよ。こんな暮らししてていいねも何も。あ、まずい、酸素がしまった。調子に乗ってしまった。酸素がなくなる。走れ、いかん、頑張れ、走れ、走り抜けろ。あー、意識が暗くなっていってるかも。あ、走れ。あ、え、あ、
あなたはなくなり、在庫の一部を落としました。在庫って何？っていうか、あなたはなくなりましたって何？今、幽霊みたいなこと？聞かねえけど、そんなセリフ。さあ、もっともっと、この星に穴開けていこうと思います。すごい！もっとすごいドリル！来た！はい！うわ、7倍ぐらいすごい、こっちの方が。じゃあ、これを、素材に戻して、ドリル。すごいドリルにしていきます。電気が足りない。とにかくこの高台にたくさんソーラーパネルを置いて発電していこう。電気がなくて動かないからな、このままじゃな。いやー、これ苦しいな。あと何万年かかるんだこれ。なんか根気とか体力とか気力とかいろいろ必要なんですけど、何が足りないって言われたら、まあ、電気も足りないんだけど、寿命が足りないですね。このゲーム寿命が足りねえ。酸素とか水じゃない、足りねえのは。足りねえのは致命的に寿命だ。また電気足りんくなった。電気足りない。すいません、電気も足りないかも。寿命足りないって言ったけど、電気も足りない。何もかもが足りねえんだよ。ふざけやがって。なんでこんな星に送られてきたんだ、マジで。無理だ。心が折れそうです。さあ、かなりドリルは稼働し始めたけど、どうなんだ？気圧はどんどんアンロックされていってるんだね。あと、温度と酸素。酸素だな。酸素をもっと上げたい。鉄、氷、氷、マグネ、シリコンが必要みたいだな。なんかな、素材の場所が表示されるレーダーみたいのがあればめっちゃ嬉しいんだけどな。こういうゲームって普通は木切って、薪を燃やして燃料にするんですが、この星木が一本も生えてねえから、今回木切らなくて済みそうだな。全然いいことじゃないけど。はい、新たなベジチューブ、ここで野菜を育てます。これで酸素がどんどん作られるはず。よし、はい、めっちゃ酸素作れるようになりました。つっても全然足りてないんだけどね。改めて出発。もう一回あの船探索しに行きます。素材いっぱいあったしね。なんかまっすぐ行けたら楽だよな。お、これで行けないか。階段積んで、いや、こんなやってる間に走った方が早いだろ。絶対ダメだ。よし、再びロケットのところに戻ってきました。で、今回はちょっと探索する前にこんなものを用意してみたい。いいですね。これでここで酸素を回復できる。天才かもしれません。さあ、行くぞ。探索再び。あ、なんかめちゃくちゃ塞がれてるところがある。なんかいいものあるかもしれない。あ、ヒーターがありました。全然嬉しくないけど、まあ、素材手に入るの嬉しいけど、そうじゃない。あ、でも結構素材あるな。あ、ナスの種。なんだこれ？超合金。イリジウム。あ、めっちゃいい。あ、アルミもあった。めちゃくちゃいいかも。すごいすごいすごい。いや、すごいけど、違うんだよ。あ、なんかある。なんだこれ？核融合炉。え、やばい。核融合炉あった。これ何入れるの、ここに。ウラン？ウランあれば核融合できるかも！やった！ウラン持ってこよう。でも核融合炉あった！ウラン持ってこようってなんか違う気がするな。コンビニあった！飲み物買おうぐらいの勢いで。絶対間違ってんだよな。あ、でもこうしてる間にもガスとか掘って大気が上がり、新たな施設を置ける環境になってきているようです。これはいいことだね。核融合発電機ってこれだな。一番最後に作れるやつだ。あー、これかもな。核融合エネルギーセルっていうのがある。これを入れないとダメかもな。ウランじゃないかも。よし、めっちゃ水と酸素用意しました。これでいけるでしょう。はい、ウラニウム一応持ってってみます。さあ行くぜ、再びあの宇宙船へ。さあ、核融合炉。あー、ウランじゃないみたいですね。やっぱり入れるべきは。残念残念だ。これ壊せないかな。あ、壊すこともできないみたいですね。壊したらやばいだろ、核融合炉。壊すこともできないみたいですね、じゃないよ。もう頭おかしくなっちゃってんだよな。もっと、あ、ここが行き止まりみたいですね。アルミとかがちょっとありました。取って帰りましょう。あ、いいのある。植物がたくさんありました。よしよしよし。じゃあ、あとは持てるだけ持って帰るか。いやー、なんで生き残りいねえんだ。友達が欲しかった。この星エイリアンとかいないかな。いないよな、そんなの。え、なんだこれ。なんか洞窟みたいな。
ん？あ、この洞窟、この星の気温が上がったら氷が溶けるかも。そんなのあるの？ヒーターたくさん置かなきゃ。でも僕が住んでる宇宙船にあの暖房器具みたいのたくさん置いたからってここまで熱が届いて溶けるとは到底思えないんですけど。はい、というわけで帰ってきました。でこの間にいろいろ作ることができるようになったっぽいぞ。ちょっと楽しみだな。あ、なんだこれ。スクリーン進捗状況、さまざまなテラフォーミング段階での進捗状況。あ、どんだけこの星が地球に近づいたかを見られるみたいです。いいんじゃない。じゃん、はい、来ました。現段階不毛地帯。あ、でも青空まで 11% 来てるみたいですよ。意外とまだまだ全然人は住めないけど、結構いろいろ取ってきたしな。ナスとか、そろそろナス作れるようにならないとな。はい、というわけで不毛の惑星をテラフォーミングするゲームは今回ここまでです。めちゃくちゃ環境過酷でした。今までプレイしたサバイバルゲームの中で一番過酷です。間違いないです。酸素ないし大気もないし。果たして僕はこの星を地球に並ぶような星にすることができるんでしょうか。こんな感じのゲームね、いろいろアップしてるんで、また見たいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。というわけで今回ここまでご視聴ありがとうございました。高評価、ツイッターの登録もね、ぜひよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。